この列車は特別急行草津4号上野行きです。次は終着上野です。低いホーム16番線に到着いたします。お出口は左側です。あと8分ほどのご乗車で到着をいたします。上野からお乗り換えのご案内をいたします。常磐線電車指定の特別急行時は73号高萩行きは高いホーム8番線から18時30分です。常磐線北千住松戸柏方面快速取出行きは12番線から18時14分です。取出より先快速土浦行きは10番線から18時20分です。東京品川方面に参ります。東海道本線直通の平塚行きは高いホーム7番線よりお乗り換え時間6分で18時15分その後の小田原行きも同じく7番線18時19分です。お忘れ物をなさいませぬようお支度ください。なおこの後ラストラン放送させていただきます。皆様、本日は JR 東日本特別急行草津4号にご乗車くださいまして、誠にありがとうございます。本日、この列車が草津号という愛称名での定期運転は最後となります。明日から高崎線から吾妻線に参ります特別急行列車は、E257系電車による全車指定席の特別急行草津島として再スタートいたします。ここで少し皆様のお時間を頂戴いたしまして、草津号という愛称名並びに本日ご乗車中の651系電車について簡単にではございますが、私の方からご説明させていただきます。草津号という愛称は上野から当時の長野原間を走る列車の愛称として誕生いたしました。準急から急行、そして特急白根との統合を得て新特急草津として1パー5系電車による特別急行列車の愛称名となりました。その後2002年12月のダイヤ改正で新特急の名称は廃止され、特別急行草津として運行されるようになりました。そして2014年3月には本日ご乗車中の651系電車に車両が置き換わりました。なお草津号という愛称名での定期運行は本日までとなります。明日からは E257系電車による特別急行草津島号として再スタートいたします。続きましてこちら651系特別急行電車についてご説明させていただきます。651系特別急行電車は JR 東日本初の特急型電車として1989年3月のダイヤ改正より常磐線の特急スーパー日立号としてデビューいたしました。登場当時のキャッチコピーはタキシードボディのすごいやつで、在来線特急として初めての130キロでの営業運転を実現しました。2014年には一部交流機器を使用停止し、651系旋盤台として高崎線の特別急行列車としても運行を始めました。その後2015年3月13日をもって惜しまれつつも常磐線特急としての運用は終了しました。そして約9年間に及んだ高崎線での定期運用も本日までとなります。私自身も上野駅で初めて見たスタイリッシュでかっこいい姿を今でも鮮明に覚えております。それから月日が経し乗務員として再開したこの651系電車はやや癖のある車両ではございましたが、私を乗務員として鍛えてくれた良き先輩であり、共に仕事をする相棒のような存在でした。また幼い頃に上野駅で手を振って見送った651系電車に約20年の時を経て乗務するようになり、今ではホームや沿線のお客様に手を振り返せるほどの乗務員として成長いたしました。本日皆様と共にこの651系特別急行草津4号にご一緒できたことを車掌として誇りに思います。上野まで残り時間はわずかとなりましたが、どうぞ651系特別急行草津号の雄姿をお楽しみください。
ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく終着の上野に到着いたします。低いホーム16番線に到着いたします。お出口は左側です。新幹線、山手線、京浜東北線、常磐線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成電鉄線はお乗り換えです。本日の皆様の素敵な旅の思い出とともに、この651系電車の思い出も一緒にお持ち帰りいただけますと幸いでございます。本日この列車ご案内いたしました車掌は JR 東日本高崎運輸区の内田です。本日は JR 東日本651系並びに特別急行草津4号にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。どうぞこの先もお気をつけてご旅行ください。それでは最後になりますが、651系の車内チャイム全種類をお聞きください。連続で流します。皆様ありがとうございました。この先揺れることがありますのでお気をつけください。終着の上野、低いホーム16番線の到着、お出口は左側です。どうぞ車内にお忘れ物をなさいませぬようお降りください。特別急行草津4号651系電車にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。